シダックスコミュニティ株式会社は、レストランカラオケを手掛ける日本の企業。株式会社 B&V の連結子会社。シダックスエサカクラブシダックス甲府山の手通りクラブに移管し、9月末までに約60店舗を閉鎖し、その中には、帰還店であった渋谷シダックスビレッジクラブも含まれていた。2016年9月に閉店した店舗の内約40店舗は、 同業の第一交渉と新コーポレーションへ上ともしくは転開された。2016年9月に閉店し、かつビッグエコーやカラオケバンバンへ上ともしくは転開された店舗では、2016年3月期発行のシダックス株主優待券が2017年6月30日まで利用可能であった。他にも2016年9月の大量閉店前後にも、 シダックスが撤退した後に、スタンダードや腰高ホールディングスが居抜き出店するケースがあった。2018年3月期における売上高も、2017年6月にカラオケマックを運営するエサイドを連結し外社化した第一交渉グループや腰高ホールディングスを下回るまでに低迷していた。シダックスのレストランカラオケ事業は腰高ホールディングス東合産業。 クリアックスといった低価格チェーン店の台頭により2000年代後半以降は低迷が続いていた。シダックスは郊外用型店が多く、店舗の土地賃貸契約が15から20年であることなどから近年の人からや少人数利用へのシフトに対応できず、旧来のグループ客、食事利用に依存する経営が続いていた。それゆえにシダックスの店舗は家から遠く、 料金も高いというイメージが定着し、飲酒運転に関する処分の厳罰化や同業他社が飲食物の持ち込みを認めるなどしたため、シダックスの利用客は減少していった。さらには人員削減や維持管理費の削減などのコストカットも裏目に出る結果となった。朝日新聞が2018年6月の週末の夜に東京都内で行ったシダックスとカラオケ館との比較調査では、 シダックスは、店内は換算としており、設備の手入れが行き届かないなど維持管理費の削減が表面化していたのに対し、カラオケ館は設備の手入れが行き届いており、仕事帰りの若年層で賑わっていたという。1ルーム30分の利用料金においても、カラオケ館の安さが際立っていた。このため売上減少や固定費や出店費用増大を招き、2016年3月期より、 赤字決算が続いていたほか、2017年3月期に、純資産において、約8億7000万円の債務超過に転落。2018年3月期でも、約24億円の最終赤字、約33億円の債務超過にそれぞれ陥った、ことから、当時の親会社であったシダックスは2018年5月30日に、カラオケ館などを運営する B&V と、資本、 業務提携を締結。シダックスが保有するシダックスコミュニティ株式のうち81%並びにシダックストラベラーズコミュニティの再建は2018年6月7日付で B&V へ譲渡されシダックスコミュニティは B&V の連結主会社となった。B&V はシダックスコミュニティに対して経営指導並びに資金の支援を行うほか 既存店舗のリニューアルやオペレーションの改善を実施し、一部の店舗はカラオケ館へ転換された。残る19%の株式を保有するシダックスは、食材、消耗品の販売、配送、業務管理システムの提供、個人情報管理、会員サービスの提供をそれぞれ行うとしている。同年8月には本社を B&V 本社と同じ中野区にある。 サンバレービルへ移転したほか、社長執行役員に B&V 専務執行役員を務めている前田秀夫が就任した。同年11月には本社所在地を練馬区へ再移転したほか、本店所在地もシダックスと同じ調布市から B&V の本店所在地と同じ練馬区へ移転した。これに伴い、シダックスコミュニティとシダックストラベラーズコミュニティの2社は、 シダックスグループから離脱した。ABCDEFG 資本業務提携締結、及び子会社の移動に関するお知らせ。シダックス2018年5月30日。ABCD 中日新聞有観、東京新聞有観、紙つぶて、カラオケ事業進出。シダツトム、八角カラオケ、シダックスが大量閉店へ、帰還店の渋谷をはじめ。 全国44店を8月末閉鎖。東洋経済オンライン。http コロンスラッシュスラッシュ t-o-y-o-k-e-i-z-a-i.net、ok、スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ1335912016年9月28日閲覧。AB を8月に閉店したシダックスさんの店舗の、その後、ただの夏日のカラオケの世界カラオケ評論家の、 カラオケポータルサイト2016年9月27日閉店したレストランカラオケ店舗における当社株主優待券のご利用に関するお知らせシダックス2016年12月8日閉店したレストランカラオケ店舗における当社株主優待券のご利用に関するお知らせシダックス2017年6月9日エビーヤのシダックスのカラオケ売上が約4分の1に 激減してしまったわけ。競合では、校長なのにビジネスジャーナルに2018年6月がのき、シダックス長楽に見る。名経営者の伴説ウェーブロンザ2018年7月4日、シダックス、カラオケ事業売却に至った。事情東洋経済オンラインに2018年6月1日、シダックスが、カラオケ事業を、B、B&V に、売却。 美味しい食事があだに、M&I オンライン2018年6月8日、シダックスのカラオケ撤退、遠くて高い、過剰投資も朝日新聞デジタルに、2018年6月27日、シダックス、カラオケ撤退給食事業に集中日本経済、新聞社2018年5月30日本日の一部報道について、シダックス2018年5月31日、 A.B. シダックスカラオケ事業から事実上撤退。カラオケ会運営元に上と IT ミッティアビッチネス2018年5月31日、資本業務提携締結及び子会社の移動に関するお知らせ及び資本業務提携締結に伴う再建上都に関するお知らせシダックス2018年6月何日シダックスがカラオケ事業撤退夜の客減少が響く。 テレアサニュース2018年5月31日 AB 重要料金体制リニューアルとサービス終了のお知らせシダックス2018年6月26日重要シダックスポイント終了のお知らせシダックス2018年6月1日カラオケ館シーダックスアプリスタートカラオケ館重要なお知らせシダックスクラブ会員証ご利用終了の お知らせシダックスコミュニティ SITX2018 年11月28日重要シダックスアプリ終了のお知らせ SITX2019 年1月25日9月末までの株式市場の動きを予想してみたたてるショックと大地震後の株はどうなる東洋経済オンライン2018年9月27日キッズ会員サービス変更のお知らせ シダックス2018年9月21日、ありがとうございます。